はい、レオンチャンネルです。2020年も外務来たー外務のことで一体僕は何回叫ぶかわかりませんけど、CSM 予告通りなんかいっぱい来とるし、どんなやつがラインナップされてるのも、盛りだく3巻半端ないけど、まず待って、まず、いろいろ CSM だけじゃないんですよ。いろいろ発表になって、これ見るわ。外務祭りページ。これを見れば、何が起こってるかまず分かります。その1、完全新作、外務外伝配信決定ということで、僕は仮面ライダーブラーボが来るんじゃないかなって言ってましたけど、違った。シャルモン組の2人だった仮面ライダーグリドンバーサス仮面ライダーブラーボ外務外伝。なんかしかもさ、待って、両方とも新フォームなんだって。ライチーとか言ってたよね。一旦これは置いといて、その2が外務の図鑑が完成。外務図鑑が出来上がったのと、その3 CSM 戦国ドライバーが発売。どういうギミックとかどういう仕様かっていうのは今僕全く見てないので、朝一見ようと思ったらもうみんなが行くからページめちゃ重くて全然見れなかったから、今12時半なんだけど13時からもうね予約開始なんですよ。だから30分の間にいろいろと確認しよう。5年ぶりの完全新作映像で、第1話が10月25、あそうだ、もう今日なんだって。もうまだこれ見れてないのよ、僕今動画編集してて、この後すぐ見ます。で第2話が11月1日で、めっちゃ早いですね。でなんかグリドンがオーバーロードの武器持ってるんすよ。でブラーボもなんか色変わってるし、でタカトラも出てるんでしょ。あそう、勝ちどきメロン変身してたよね、予告で今日流れたやつで。見てこう、どういうの、どういうの、あ、なんか、もうなんかこれ、ちょっと、スピンオフ系の、外務外伝のなんかアイテム出てるんじゃん。で、CSM 戦国ドライバー、35,200円。結構するけど、あれかな、個人的にはデラックスベースであってほしい。そうなると、僕が大量に集めた過去の6シードを、おそらく組み合わせして遊べるので、で、もう全部てんこ盛りだ。勝ちどきとか、極みとか、もう別で順次出すかと思った。なんか順次いろいろ出しますよって話だったもんね、船船さんのブログだと。コンプリートセレクション、モディフィケーション、戦国ドライバー、オレンジアームズ、花道、音声時。パッと見デラックス感半端ないね。で、もう、あれでしょ？合金とか使われるんでしょ？仮面ライダー外務シリーズ CSM 化プロジェクト、CSM プロジェクトアーク第1弾として、戦国ドライバーが外務の使用6シードを含んだスターターセットとして登場。これは僕は何個買えばいいんだ？戦国ドライバー。あ、でも裏側ちゃんといつもの生地入ってて、あ、分厚そうですね。でも、フロントバックルは、デラックス感すごい半端ない。戦国ドライバーフェイスプレート、あ、脱着できるわけね。オレンジロックシード、カツドキロックシード、極めロックシード、もうコータセットじゃん。コータてんこ盛りセット。もう、あ、ジンバーはでもついてないのか。ベルト対シルバー、あー、量産型用だ。あ、そう、もう全部ついてる。ゲネシスコアもついてる。これ別売りかと思った。ゲネシスドライバー CSM 化してそっちで買ってねっていうかと思ったらもうついてるんだ。で極みジョイントホルダーが2つ。裏側のバンドもいいっすね。このサイドホルダー両方ともいりますからね、極み再現用に。そして戦国ドライバーはスーツプロップに合わせて造形配色を一新。カッティングブレードにはアルミダイキャスト、ロックオンアームには亜鉛ダイキャスト。あ、BGM ボタン。あ、なるほどね。これまでロック解除ボタンとかに使われてたパーツがフェイスプレートの、そこが効果音ボタン、BGM ボタン、セリフボタンに切り替わってると。でもパッと見やっぱりなんか、そこまでディテールアップしてる感はないけど、まあでもまあオーズとかもデラックスベースにしたから実際届いたらめっちゃ質が高かったので、結構 CSM はね、このビジュアルだけじゃ、画像だけじゃ分かんないところありますよね。で、付属するベルト対シルバーと交換することで、あ、ほら、量産型戦国ドライバーの外観を再現。でも、プレートさ、無地じゃないとダメだよ。どうすんの？書いてある？劇中での量産型戦国ドライバーのフェイスプレートは無地です。ですよね。無地のフェイスプレートは後日発売予定のロックシードセット、または CSM 戦国ドライバープロジェクトアークエディションに付属。えぐいなぁ。量産型再現する場合は別のアイテムを買ってねってことか。
で効果音ボタンで戦国ドライバーを取り出す音、装着する音が再生、あの腰につけてチャキーンってフェイスプレートが光る音とかが全部入ってるってこと。戦国ドライバー本体のモード切り替えによりひまわりロックシード栄養補給あったな、あれだ、ロックシードつけると腹減らないわみたいなコータが言うやつか、あった。再現するためのロックオンボイスなし、変身対応なしモードに変更可能これ船船さんの仕業だよね、こういうマニアックなやつ。多数のキャストボイスを収録、戦国ドライバーを使用したライダーたちのセリフをドライバー本体に多数収録、セリフボタンで再生、装着したフェイスプレートを外務以外は別売りに応じてキャラクターボイスが変化。ちょっとこれ要はここには本体には機能が入ってるんだけど、フェイスプレートがないと聞けないってこと。ボイスは主要キャスト新規収録もみんないる、ミッチとかもいるじゃん、ちゃんと。え、ガイム、コータでしょ、で、カイトでしょ、かっこいいですね。で、ミッチと主任、さらに城の内もはグリドン、ブラーボー、ナックル、黒影と。画像は一応当時の画像ですね。おー、さらに、デューク、武人ガイム、マルス、ジャーム、めっちゃいいじゃん。え？あー、クガイ、クドクガイ、あ、マージャン、え、もう小説とか、あの、外伝とか、あの、ファイナルステージとか、そういうところまで、全部回収するんだ。で、始まりの女。全部音声を聞こうと思うと、この3万5千円じゃ、お金足んないって感じだと思う。そしてデュークとマルスに関してはバンダイナムコグループ保有の音声から実装だって、こういうことがちゃんと書いてありますね。ゲネシスコアの場合、直前に装着していたフェイスプレートのキャラクターボイスを継続して再生、ドライバー側のモード切り替えによりセイバーモードに変更可能、さらに閉じた際ロック録音時の効果音を鳴らすことができます。ロックシードはスーツプロップに合わせて造形配色を一新、うん、てかちょっと待って、一旦一番下まで行って、あの恒例の解説見ていい。本商品に付属するロックシードは当時のデラックスロックシードシリーズと同じ規格で作られておりますが、変身ベルトデラックス戦国ドライバーに装着した場合動作は保証しておりません。なるほど。でもこういうことが書いてあっても結構連動するんだよね。なので今回の CSM ロックシードをデラックスにはめることはできるけど動作保証はないと。逆に今回の CSM にデラックスのフェイスプレートを装着することはできませんだって。あー、なんかスイッチ的なくぼみが違うのかな。てか今回はあれか、 IC チップとかになってるのかな。ってことで要はベルトもロックシードも基本はデラックス基準ですよって感じですね。そっから劇中仕様にブラッシュアップしてあるんだ。底面にロックシードキャストパッド展開を認識する検出を追加、変身後に閉じると変身解除音が、へえ、いいっすね。ロックシードは音声内容も一新、変身音にはアームズ落下音、ウィーンってこうジップが開いて落ちてくるところの、そういうところまで全部入るんだ。アームズ展開音など追加、必殺技音も劇中演出に合わせて変化、さらに下記の4種のモードを搭載、現世モード、会場時にクラックオープン音が鳴る、ワーウィーンってやつね。こちらの世界での変身シークエンスを再現したモード、ヘルヘイムモード、会場時にアームズ生成音が鳴る、ヘルヘム内での変身シークエンスに、変身シークエンスを再現したモード。ジンバー短縮モード、中央にセットしたロックシードの変身音を省略するモード、ゲネシスコア側に装着したエナジーロックシード、後日発売、あ、もう書いてありますね、後日発売って。側も短縮モードにすることで、ミックス、ジンバーレモンなど、短縮変身音が発動可能。インベスゲームモード、やりたい、インベスゲーム。ひまわり出る？同時に。会場時にフルーツ名が鳴らず、クラックオープン&インベスゲーム音が鳴るほか、インベスゲームに特化した音声が鳴る。でも、今回オレンジしかついてませんよね、これには。それでもインベスゲームでいるんだ。勝ちどきロックシード、極みロックシード、これもついてくるって。スーツプロップに合わせて造形、配色を一新。勝ちどきアームズ、いざ出陣、エイエイオーで、大将軍の音声ずれることはもう解消されてるのかな。
これがさ、極みと勝どきの両方から大将軍ってなるから、音声が組み合わせによってはうまく大将軍だったりずれたりするんだけど、多分それはこれ見る感じ片側からなって勝どき側からなって解消してる感じなのかな。極みロックシードもデラックス版と変わんないように見えるね。ちょっと色が濃いかな、クリアブラック部分の。極みアームズのイラスト面に切れ込みが入らないように活動力ロックシードの構造を変化、要はパタッと絵柄を変えてもより自然な感じになってるわけね。極みロックシード変身後のボタン操作により召喚武器に選択可能、全武器使えますからね。さらにテレビ本編以降の登場したライダーの武器名も収録。じゃあセイバーのあのアローとかも入ってくるわけかな。ロックシードセットは今後順次発売予定で、勝どきが商品化来るんでしょ。ほらもうここにこれハマってるんですよ。書いてないけど来るってことはまあ来るんでしょう。今後 CSM ロックシードチームバロンでナックルとバロンのやつが出たりとか、あとは、クレシマ兄弟ね、ブドウとメロン関係が出たり、アンドモア、これも新世代ライダーでしょ？来るわけだから、あれっすよ。三木慎一郎さんボイスとかがいろいろ聞けるんじゃない？でも、これで終わりかな？一応、最初に公開された旗に新世代ライダーいたので、そこまでギネシスドライバーまでは、まあ、普通に発売されるだろうと思ったけど、僕、1分の1、無双セイバーとか、出るんじゃないかなと思ったけど、さすがにそれはないのか。これで一旦、この後3種類出て、終わりって感じなのかな。でも、とりあえず、戦国ドライバーと、こっちのプロジェクトアークエディションと、あと、ロックシードセット、これは全部買わないといけないので、音声いろいろ楽しもうと思うとなかなか厳しいっすね、揃えるの金額的に。そしてこれがもう一個のやつで17,600円、安い。プロジェクトアークエディションイエローシルバー、何ですかこれは。あーシンプルな、こっちに無地のフェイスプレートが入るわけね。戦後ドライバーを身につけることで、その過酷な環境下においても、食物から安定したエネルギーを摂取することが可能と。あ、なんかまるで、ユグドラシルの広告みたい。プロジェクトアーク第2弾として、ロックシードが付属しない戦国ドライバー本体の、じゃあこれはあれか、僕みたいに大量の当時のロックシードを持ってる人用ってこと？でもフェイスプレート使えないんでしょ？使えないんでしょ？昔のやつ。どういうこと？黒影トルーパーフェイスプレート。これだけ買ってさ、フェイスプレート過去のやつがはまんないっていう風になると結構厳しいよね。購入時にイエローとシルバー、購入時にイエローとシルバーから選択できます。またはシルバー、へー。黒狩りトルーパー城之内、これでもさっき、黒狩りトルーパー城之内、さっきはグリドン城之内だから、待って、こっち買わないとなんないの？黒狩りトルーパー城之内はどういうこと？黒狩りトルーパーフェイスプレートを装着した状態でセリフボタンを押すと、黒狩りトルーパー版の城之内のキャラクターボイスが鳴る。ってことはこっちも買わなくちゃいけないのか。まあどっちにしろあれか、ブランクのフェイスプレート欲しかったらこっちも買う必要があるのか。すごい金額になるぞこれ。戦国ドライバーの外観電子ギミックは全て CSM 戦国ドライバーとに付属するものと同一です。なんだけど今後発売するロックシードと本商品を組み合わせることで、靴のライダーの戦国ドライバーを同時ディスプレイ可能。そりゃそうでしょ。複数買ったらそりゃそうでしょ。ロックシードは今後順次発売予定。すごい、ちょっとすごいことになってるぞ。さらに、まだあるんだよね。味を知りなさいのロックシードが見えましたが、シャルモンセット12,650円。うん。ああ、今回の V シネじゃない。外伝に合わせてのセットってこと？パティシエなめんなよ。さあ、始めますわよ。破壊と暴力のパジェントじゃん。あ、で、元々のグリドンとブラーボ。だいぶ、結構変わってるね。スーツ、ベースのスーツ、ほとんど一緒なのに。配色とちょっとした新規パーツと。
これがプロジェクトアーク第3弾新作外務外伝グリドン VS ブラーボに登場する新ロックシードを含むシャルモンコンビのロックシード&フェイスプレードドングリーと、あ、これがライチ、これがパワーアップするやつなんだ。で、オーレンロックシード、これ当時あれだったっけ、なんか発売延期になったりとかでやっと発売してバカモーンってやつか、これも面白かったですよね。で、ドリアンとキングドリアン、でもこの辺もパッと見は多分造形デラックスより良くなってるんでしょうけど、当時のプレ版限定アイテムの雰囲気に似てますね。ただライチとキングドリアンとオーレンが来ると。で、ここでグリドンとブラーボのフェイスプレートがついてきますので、あ、グリドンの外務外伝バージョンだって。あ、でも絵柄変わってないな。プロトブラーボで、ライチアームズ、ライチアームズ You are the hero。 ここなんか角欲しかったね、このライチみたいに。グリドンがライチか、こんなの絶対予想できないな。さらにキングドリアン、ミスターデンジャラー、すごい、ミスターバイオレンスに変わってるし、またギターサウンドの変身音が聞けるわけね。で、普通のドングリアームズ、もうね、外務の商品だったら何でもいい。あ、そっか、こっちだとシルバー、なんか、待って、なんでシルバーベルトになってる、イエローだよね。ここ後で差し替わるかな。で、あー、なるほど、これやっぱり当時出たやつのリバイバル版とか CSM 版か。バッカモン、恥を知りなさーい、でネバーギブアップのたらい落ちのやつね。何でもかんでも CSM で発売してくれるのはいいと思います。またカッティングブレードでのカット以外にも、劇中同様のキャストパッドを直接開くだけでの偽変身音が発動で、キャラクターボイスを解放。やっぱさ、戦国ドライバー買っただけじゃダメなんだ。IC チップかな、認識でやるのかな、そういう無線の。付属のフェイスプレート CSM 戦国ドライバーにセットすることで、城之内オーレのキャラクターボイスを再生可能。また各6シードにも変身のセリフを収録。で、6シード形一部変わってますよと。色も本編基準になってますよと。一緒ですね、この辺のアームズラッカオンとか。まだあるんですよね。で、これが、ブルーレイ、外務外伝ブルーレイスペシャルセットです。先ほどの6シード5種類プラス、ブルーレイが入るやつね。まあ僕は TTFC 会員で見れるから、ブルーレイはいいかなって思うので、こっちじゃなくって、こっちを買います。で、グリドン、ライチアームズももうアーツの予約始まってて、早いっすね。グリドンの上半身が結構大きく変わったりとか、デムシューの武器使ってたり、トンカチなんかもデザイン変わってる、配色かな、結構ゴージャス仕様で、これも配信始まってますから、撮影編集ばっかでまだ見れてないので、この後すぐ見ます。はい、13時になりましたので、ドン！ですよねですよね、ちょっと待ちます。とりあえず僕、戦国ドライバーは2つ買うわ。あの、普通の方、コータ版を。はい、1時8分。ページをやっと開くことができましたので、まずは普通のコータセットの方を買います。とりあえず2個でいいかな。じゃあ予約する。あ、通信エラー。買えたー！あぶねー！あぶねー！今ね、13時32分。なかなかカートページから進まないなと思ったら、急にページが在庫切れになってさ、うわと思ったら真っ青になったけど、今、一瞬復活して買えた。え、一個しか買えないの？もう一個欲しいんだけど、戦国ドライバー。ってことで、まずは CSM 戦国ドライバーを一個ポチりました。っていうか、最初のセットをコンプするだけで、3万5000、うん。1万3000、要は4万8000、うん。これが1万7600円だから、ざっくり6万5000円ぐらい、スタートの時点でいると。厳しめっすね。でも僕は戦国ドライバーを乗せるから、いきなり10万円コースです。とりあえずシャルモンセット、同じ3月発送のやつ1個買います。これは余裕っすね。はい、レオンチャンネル CSM6 シード、シャルモンセットをポチりました。あとはこっちのドライバープラス無地プレートが入ってるやつも買いましょう。シルバーとイエローを選べるんですが、ベルト帯が。これはもうイエローでしょう。
こっち5月発送です。こっちも余裕で買えます。今編集してて3時なんだけど、なんかめっちゃ余裕で買える。在庫復活どころじゃなくて全然普通に買えますね。なので1個 CSM 線刻ドライバー余分に買ったのと、でここ合計見ると今回僕が使ったお金ね、戦国ドライバー2つで、ロックシードセット1つ、ブランクドライバー1つで、アーツ1個買ったらほら10万円っすよ。たけーでも全然いい、外務なら全然いい。で、船船さんの多分ブログとかでより詳しくギミック説明とかが来てると思いますので、またそれは次の動画で詳しく見たいと思います。とりあえず変えてよかった。これ結構あれなんかページ止まって買えないけどみたいなところから在庫切れみたいな風になってる人が多いかもしれない。では各リンク下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルの仮面ライダーガイム CSM 関連ポチりました動画でした。